はいどうも、りょうへいです。ひろとです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日なんですけれども、はい、日高ボーイズさんに、撮影に来てまして、まあね、この二人でここに並んでるということは、みんなのグローブ紹介のコーナーでーす。ということでね、今バッティング練習中なんですけれども、その中で、今日は体験会ではあるんですけれども、まあ、ひとまずは1、2年生、まあ、もうすでに入部してるね、子たちのグローブを紹介していこうかなと思います。はい、はい、それではやっていきます。はい、お願いします。じゃあ、お名前を。平岡幸太郎です。平岡幸太郎くん、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあね、使ってるグローブをちょっとお借りできればなと。お待たせ失礼します。使ってるグローブは Z の、これは源田選手モデル、はい、プロステータス。あ、これさ、プロステってさ、中にさ、作った人の刻印入ってるって。オーダーでもないっすね。オーダーでもない。これ公式でしょ。はい、ね、ここにね、多分見えないと思うんですけど、ここにね、鈴木さんの刻印が入ってるんですよ。だから多分あれなんだろうな、作った方の、まあ、プロステって確かそうだった気がするんで。はいはい、なんか特徴とかありますか、こだわりとか。ここら辺が穴開いてるのが、なんか穴開いてる。源田選手と同じ考え。クロスウェーブとか H ウェーブよりはで、こういう形の方が安心するっていう、はいはいはい、そう、源田選手もそうですよね、はい、バスケットウェーブだと指が引っかからない、取った後。ああ、そうです。穴に挟まって、そう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 、取れにくいっていうのがあったらしくて、それをなくすためにバスケットウェーブにしている。これ使ってどのくらいですか。去年の4月あ、入団して。入団して、それでこんなにね、味が出るんで、はい、相当練習してるんだなっていう感じがあるので、はい、ぜひぜひちょっと続けていってください。で、なんか日高ボーイズに入って、なんか良かったなとかっていうのがあれば教えてもらえれば。人数が少ないので、ロックとかたくさんボールが取れる。まあ、じゃあ、次入ってくる子たちにもね、それはいい情報だと思うので、今次入ってくる子たちに負けないように、はい、どんどん頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お願いします。じゃあ、お名前を。成田蓮です。成田蓮くん、はい、はい、お願いします。お願いします。なんか今日は2つ持ってきてくれてるみたいなので、じゃあ先に外野手用からかな、ご紹介をさせていただければと思います。こちらがハイゴールドの外野手用ですね。心極みかなの方だよね、多分。ここにウィング入ってて、そう、中に入ってるやつで、これめちゃくちゃお手入れ頑張ってるな。ウィベがなんか特徴的だな。言っていいのか分かんないんだけど、もともとこれ P になる可能性はあるけど、某選手、某巨人の監督をやった選手が、もともと水のグローブ使ってたんだけど、それをハイゴールドで作ってたの、本当は作らせたんで。ほう、それの逆になってる。初めて聞いた。これはね、言っていいのか分かんないけど、本当にこれ企業秘密っぽいから言っていいのか分かんないけど、まあ、まあ、某TY 選手、TY 監督、TY 監督の、多分ウェブの、だからこれ逆になってるはずなんですよ、そのウェブの。言われてみればと分かると思うけど、これはもしかしたら C なんで、その場合、僕が抹消されてた場合は、ここで消されたんだなと。なんか、こだわりとかあります？いや、とりあえず、ここ。確かに、ポケットがね、めちゃくちゃ深い、深い、ウェブ下に。なんか、ここで撮ってるなっていうのすぐ分かる、だし、ツヤもすごい出てるから、本当に、まあ、磨いてるし、ちゃんと叩いてて、肩とかもつけてるんだなっていうのはすごい分かるので、撮ったら離さないでしょ、はい、だよね、絶対安心感はあると思います、うん、なんで、これでもっともっとバシバシ撮っていってください。じゃあ、次のグローブ、これ、なんだ、Z なのは分かる。ネオステータスではない。一瞬ネオステータスかと思いました、思ったけど、中はプロモデルって書いてあるんですよね。これは公式用。はい、公式用に。どこで買ったとか覚えてます？楽天市場に。あー、なるほど。台湾型みたいな感じ。なるほどですね。三山さんかな。はいはい。海外のグローブって基本公式グローブとかミットとかで、海外って軟式がないから売られてるのが公式用で、で、触った感じもね、ちょっともっちりしてる感じで、親指の芯もね、なんか若干厚めで、ザ海外製のミットって感じ。それも本当に掴むって感じが海外製のミットって。ボックス型の方が多いかもしれないですね。そうか、よくわかるもんな、ヒロトは畠山の海外持ってきた、はい、じゃあもうこれもかなりやっぱり掴んだら離さないような、はい、もう特徴かなって感じですね。なんかこだわりとかあれば。この辺で取るイメージ。ああ、やっぱり。じゃあウェブ下で、そう、擦れてるのも親指取り、引っ掛け取りする人ってここが擦れるんだけど、ちゃんと奥でしっかりとウェブ下で取れてるっていうのが、このミットはウェブ下に擦れがあるから、ちゃんとウェブ下で取れてるんだなっていうのはすごい見てて分かりますね、感じます。はい、じゃあどちらのグローブでも、はい、もう握ったら離さなそうなんで、安心感があるグローブ。まあ、日高ボーイズに入って良かったこととか、なんかあれば一言。まあ、選手間の、はいはい、中の良さとかもそうですし、
あの施設も結構、うん、お子さん方が頑張ってやってくれてるのでそこがいいな。そうですね、去年来た時はネットがなかったから、はい、そうそう、ネット取ってるなと思って、まあじゃあね、あの柵越えするぐらいこう頑張ってどんどん打ってください、うん、はい、どんどん頑張って、成長していってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあお名前をお願いします。佐竹聡太です。佐竹聡太くん、はい、佐竹聡太くんお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとグローブお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、こちら SSK 左外野手用かな、はい、の、グローブになります。へえ、これめちゃくちゃ渋くないですか。うん、かっこいい、渋かっこいいで、結構大きめですよね、はい、グローブ、外野用のグローブにしては、はい、かなり大きい方で、そう、しっとり感がグローブにあるのでかなりお手入れ頑張ってるなって感じがしますね。これこだわりとかってあります？グローブ黒が良かったんで、あと肩を強くしたくて、うん、であと外野に行きたいと思ったの で、はいはい、で外野用の黒っていうのがあって、うんうん、でその中で一番かっこよかったのでこれにしました。 SSK をかっこいいって覚えるのがかっこいい。かっこいい。そう、なんかね、大人になると SSK 使う人減ってくるもんね。そう、なんか多いですね。そう、中学生、高校生見てると SSK のグローブは多いなって感じる。あんま見ないですね、大人になると草野球で、うん、そう、だからね、SSK をかっこいいと思ってもらえるのがね、すごい嬉しい。こっちからするとかなりね、やっぱポケットも深いね。そうそう、で、まだお手入れとかしっかりされてるし、関節はついてるんだけど皮自体にしっかりと張りがあるからお手入れうまいなって、柔らかくしすぎないんだなっていうのがあるから、ちゃんと汚れも落としてから磨いてるし、本当に手入れがうまい、うんうんうん、でも中学生で手入れがうまいっていうのは全然。そう、高校行ったら重宝されるタイプの方ね。みんなにね、聞かれて人気者になるから。はい、ありがとうございます。日高ボーイズ入ってよかったなとか何かあればお願いします。先輩がすごく優しく接してくれるのと、はい、細かいところまでしっかり教えてくれるので、野球がしっかり上手くなるかと思います。先輩で優しいっていいよね。いいですね、うん、そういう優しい先輩たちについてて、逆にも先輩になっていく立場なんで、先輩のいいところ引き継いで、引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。1年の富永健太です。富永健太くん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、こちら SSK の内野手用ですね、これは。あ、待った、パッと入ってる。ここに、あの衝撃吸収剤っていうの、これあのグローブの中に入れてさ、ここに2本指のところで引っ掛けるやつが入ってるから、これもしかしてじゃあ軟式用。はい、じゃあ軟式用をもう手に馴染んでるから、もう変えたくない、どうしようって言ってこれつけてる感じか。なるほど、じゃあもう愛着しかないグローブ。はい、こんだけ使い込んでても、こんだけ綺麗にツヤ出てるってことは相当使い込んでるし、磨きもしてるんだろうなって、愛着があるんだろうなって感じがします。はい、だから特徴とかってあります？掴みやすく、うん、あー、ポケットが1点、このね、奥にバシッと1個ある感じで、だからこうするとね、すごいわかるかも。ここがくるんってなってるね、うん、だからすごい奥に奥にっていう感覚があるから、まあこれ掴んだら離さねえわっていう感じますね。軟式用とはいえ負けないグローブで、はい、軟式使ってる中学生って多いですから。結構多いですからね。でもまあウェブ下で撮ってれば負けないからね、軟式用って。ありがとうございます。日高ボーイズでどういう選手になりたいのかってあります？はい、誰よりも声を出してスライングも、低く強く投げるように、口コミとかであの選手めちゃくちゃ声あっていいって言われるように、はい、どん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 大声出してチーム引っ張ってください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔した。はい、ありがとうございます。じゃあお名前をお願いします。小林歩夢です。小林歩夢くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。こちらは水野ですね。水野のオールラウンドか、グローバルエリート水野で、左利きの、グローブとなっています。軽いね、やっぱ公式用とはいえグローバルエリート軽いなってすごく感じますね。 IB ラインが入ってるのかな、かっこいい。これなんかこだわりとか特徴とかってありますか？あんましかない。あー、なるほど。まあ、水野かっこいいし、黒は好き。黒です。まあ、水野のかっこよさと黒に憧れてこれにしたみたいな感じですね。はい、でも最初始めるときって、まあ、左だからピッチャーもやるかもしれないっていう、あ、ピッチャーか外野かもしれないっていうことでこの形にした。あー、かもね。確かにポケットも深いですし、どこでも確かにできそうだなっていうって言って、別に
こういう風に閉じる感じでこういう風に閉じるわけじゃないから、別に外野でもできそうだし、うん、どこでも本当に守れそうだなっていうグローブですね。でなおかつ肩つけるのめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいです。自分でつけた。はい。このね、土手の出っ張りっていうのかな、ここがはっきりとしてるから、うん、土手が潰れない方をしてるなっていう、片付けがすごいうまいなって感じましたね。はい、ありがとうございます。じゃあなんか日高ボーイズで今後こういう選手になりたいとかっていう意気込みがあればお願いします。まあ、今後チームの中心軸になれるように頑張りたいです。おー、夢でっかくいったね。じゃあぜ中心としてどんどん頑張って、中心どころから注目選手になってもらえるようにお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。高橋一心です。高橋一心くん、はい、高橋一心くん、お願いします。じゃあはい、ちょっとグローブお借りしてもいい？はい、ありがとう。はい、こちらのグローブです。ローリングス。なんだこのラベルは。日高ボーイズの色の風に変えたのか。おしゃれなぁ、え、すごい、え、絶対おしゃれでしょ、シフトが。すげえすげえすげえ、なにこれ。これ公式用。はい、公式用です。これなんかこだわりとかってあります？ここらしく黒で。おお。基本的に、全部かっこいいよね、すべてくる。はいはい、まず、現にかっこいいからね、これ。はいはいはい、これウェブ下地に結構深いポケットで、でも閉じ方的には浅めの閉じ方してるのかな。内野手。内野手。セカンドとか。セカンド。ああ。で、ね、一応ね、深いんだけどウェブ下にポケットはあるんだけど、閉じ的には、中指ぐらいかなに閉じるような形で、深くても握り替えはしやすそうなグローブですね。はい、しやすいです。ありがとうございます、はい。まあ、今後こういう選手になりたいとかっていうのがあれば教えてもらえると嬉しいです。菊池選手みたいに広島の、守備範囲を広く正確にボールを投げてる。なるほど、忍者のように。はい、じゃあ菊池選手目指してどんどんこのグローブでたくさんノックして取っててください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。正木翔太です。正木翔太くん、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ今グローブ紹介なので、ちょっとグローブお借りするんですか。はい、はい、ありがとうございます。グローバルエリートでーす。って言ったね、この閉じ方のやつ出ましたね。かっこいいやつ。 H セレクション軽い、やっぱり。はい、で、これライムイエローなのかな。そうですね。はいはい、はい、色にしました。珍しいな、最近ライムイエローってそんな使ってる人たち見ないので。見ないですね、うん、一時期はね、そう、田中投手とか甲子園で使ってたイメージだったりとか、高校生とか今いないですね。なかなか見なくなったかな。オレ、赤オレが、そうそうそう、が多いですね、高校生今最近だと。だから中学、高校生だとな、珍しい色だなっていう、はい、かぶんないかなっていうのは最近はありますね。で、なんかこだわりとかってあります？網の部分が、はいはいはい、十字のタイプとかよりもこういう全部と閉じてあるのが好きで。なるほど、なるほど。安心感っていうのもあるんで、はい、うん、やっぱね、あの挟まっちゃうとかたまに見るっちゃ見るからね、そういうのが怖いから、やっぱこういう全部網になってたりとか、はい、被さってたりとかで、クロスウェブとか H ウェブじゃないウェブを選択ね。やっぱね、型を考えた結果ウェブまでね考えて選ぶっていうのが、まあ、ちゃんと自分のグローブのことを考えてるなって、選ぶときにしっかりと考えて買われてるんだなっていうのはすごい共感持てるなっていうのはあるので。はい、じゃあ今後どういう選手になりたいとかってあります？そうですね、打席に立ったらその必ず塁に出れるような、おお、出塁率っていう、はい、一番バッター、うん、そうです。ちなみにこのグローブを使った面では何かあります？絶対に試合とかで打球があってもエラーをしないような、はいはいはい、守備率がいい選手になりたいです。なるほどね、じゃあ全部率にこだわってるみたいなんで、率ともうノックをたくさん来て、そう、はい、考え方が大人だなと思いながらしっかりしてる。はいはい、じゃあね、そうやって率を残せるような選手になれるように頑張ってください。はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。